サッカーブルターニュ代表はフランスブルターニュ半島におけるサッカーの選抜チームである。ブルターニュ代表は FIFA 及び UEFA に加盟していないので FIFA ワールドカップや UEFA 欧州選手権に出場することはできない。しかしブルターニュ半島はケルト諸国圏に含まれる6つの地域の一つでありグレートブリテン島に対抗してリトルブリテンと呼ばれた地域である。 それゆえ、フランスサッカー連盟及び FIFA フフの援助を受けてきた。ブルターニュ半島のアマチュアサッカーリーグであるリーグで、ブルターニュ、リーグオットーロンティークは、フランスサッカー連盟の地域リーグとして位置、付けられている。ブルターニュサッカー協会は、リーグアン・リーグ2、フランス全国選手権より100人以上の、ブルターニュ出身である選手を、海外の有名なサッカークラブの有力選手を、 数人プールしている。フランスワールドカップの優勝メンバーである、ステファヌ・ギバルジュもブルターニュ出身である。また、アイルランド、ウェールズ、スコットランドとの間で、ケルトネーションカップを実施している。2011年6月2日、赤道ギニア代表戦招集メンバー両チームで合意に達していたが、フランスサッカー連盟の圧力により中止に追い込まれた、公式サイト。 ありがとうございます。